メイクをしていこうかなと。で、僕さ、肌がまたさ、こんばんは、川田です。皆さん4月いかがお過ごしですかね。ね、新生活とか始まった方とかね、環境が変わった人もたくさんいると思うんですけれど、皆さんの近況はどんな感じですか？僕はですね、髪を切りました。はい切ったって言ってもね、多分今この状態じゃ何も分かんないと思うんですけど見ての通り今何もしてない状態で、もうひげもねすごい、今からね身支度をしようと思うんですけど、僕の今のね毎日メイクを皆さんにお届けしようかなと思います。ここ数年でねこうメイクを覚えて、最近ね自分でもねちょっと腕が上がってきたんじゃないかなとか思ってますけどではその前に今からちょっとシャワーをね浴びてこようと思います。今からじゃあ髭を剃ります。髭剃るときはテーピングジェルですね、使います。これはセブンのやつなんやけど、ジェルを結構な量を髭に塗っていく。なんかね、いろいろ試した結果ムースやなんやね、やっぱジェルが一番僕はね肌が切れないなって思う。髭の剃り方やけどさ、僕のこのスタイルの人はいるんか分からへんねんけど、眉毛をカミソリと髭剃り、この2つを使って剃るんですよね。まずこの眉毛のやつで全体的にこうやって剃っていきます。あ、すごい曇ってるんじゃなくて、多分ここがあれだね、モクモクしてないけど全然換気します。換気換気って感じになりましたね。次はこれでね全体的に剃っていきます。この顎ラインとか頬とかにも生えてるから嫌なんだけどね、なんで生えてくんねんって思うところに生えてくるわけですよね上がりました。今から化粧水とか塗っていきますね。乾燥はね大抵ですからね。僕最近使ってるのが美肌の化粧水と乳液、とてもしっとりバージョンがあるんですが、本当はそっちを買いたかったんですが、前回の動画で買う方を間違えてしまいましたので今これを使ってますね。もうめちゃめちゃたっぷり袋し、乾燥してると皮脂が出るっていうじゃないですか。そうなってくるとすごいねメイクが浮いてきちゃうので、ビチャビチャやんっていうぐらいここをつけてます。もう本当に肌荒れしたくないんですよね、なるべく。数年前これくらい荒れてたわけですよね。本当に嫌なの、荒れてると鏡見たくないしさ、もう落ち込むやんで。最近化粧する前に使ってるのがディオールのねオムダーモシステムマットコントロールジェル状美容液、これいただいたんですけど、これをつけてから化粧のりがね良くなった。塗っていきます。はい、こんな感じで今塗り終わりました。次乳液ですね。最近は塗ってないんですが、以前までは美肌のバーム、これで保湿もしてました。でも最近はメイクする前は乳液だけでもいいかなとか思ったり、でもどっちが正しいか分かんないから髪乾かしますね。はい、今からですねメイクをしていこうかなと。さっき乳液塗ったので顔のね余分なクリームみたいなのがまずティッシュで取ってくれますね。さっきひげ剃ったじゃないですか。で、こんな感じです。これくらいですね。もう頑張ってこれくらいの青さにしかなりません、今ね。全然青いよね。剃ってるけど、あ、ひげ青いなって思うよね。でもこれでも薄くなった方ですよ。パチパチしてね。家の脱毛でね。薄くなっていくのと、僕が濃くなっていくのが、こう、せめぎ合ってる感じがね、してますね。早速やっていきたいと思います。もう僕は結構ね使うものは少ないと思います。まずこれクレドポーの下地ボバールマティフィアンリサン SPF25PA++ と、ご自身でね見ていただいた方が、あ、今選挙カーが撮ってますね。もう統一地方選がねもうすぐですからね。いたかな。ちょっと候補者のお名前が出ると僕が住んでる場所がバレてしまいますので、ね、まず、これを塗っていきますね。これくらいをね塗っております。顔全体にね
僕がいつもすごいテカる場所、ほっぺたとか鼻とか鼻下とかちょっと多めにねいつも塗ってます。本当に革命的なのよ。使ったことある人は分かるかもしれないんですけど、塗った瞬間にすっごいサラサラになるの。これ本当にびっくりするぐらいサラサラになるのよ。これはね、ベティちゃんにね教えてもらったのよ。ツイッターかなんかでバスってて、買ってすごい良かったからって言って、2回目買いに行ってた時に横からついてって、そんなにいいって言うなら買ってみるって言って買ったやつです。違う、その前に1回使わせてもらったんだ。1回じゃない何回も使ったそうです。これね、そんなに安いものじゃなかったんですよね。この値段でもやっぱ使い続けたいなと思う、このねサラサラ具合がね、もう本当ね分かんないと思うんですよ、あの動画ではね。このね、僕がこういくらこうやってやったって分かんないと思うけど次にファンデーションです。ケイトのリアルカバーリキッドセミマットのファンデーションですね。最近はケイトばっかりですね。これくらいですね、全体的にこうちょんちょんしてきまして、僕さ肌が冬は白くて夏場は黒くなるんですよ。焼けやすくてで戻りやすいっていう肌なので、夏使ってたものがあんま合わなくなるということが起きるんだなというのをね実感してますね最近。あんま綺麗じゃないですけど、スポンジで伸ばしていきます。ポンポンして、髭の部分がやっぱねちょっと僕が気になるので、ちょっとだけ二度塗りします。塗り終わって髭がねちょっと薄くなって肌もちょっと綺麗になったかなと。ちょっと外行くだけとかやったらもうこれぐらいでもう外行ったりもしますね。もう下だけ塗ってベトみたいな。で次に、髭を消していきたいと思います。で最近使ってるのがこれですね、ケイトのコンシーラーですね。前まではナーズのコンシーラーを使ってたんですが、肌が白くなってしまいました。これを塗るとここだけ色が違ってことになってしまったので今塗ってません。あと以前はこのナーズのカラーコントローラーですね、さらにこの髭の青みを消してくれるやつも使ってたんですけど、これも色が合わなくなってしまったので最近はケイトのコンシーラーを使ってます。クイックタイプだからこうそのまま塗れるっていうのはね、朝急いでる時とかねいいなと思ってる。ヒゲとここ目の下まぶたのとこ、まぶたじゃない、何これ、何だっけ、目の下ってなんて言うんだっけ、それ見合うからあたりにここにこうクマトがねできてる場所でこんな感じでヒゲを消しました。顔が元気に見えますね多分ね。で次にケイトのフェイスパウダー、フェイスパウダー Z グローというタイプですね。ちょっとこれキラキラが入ってるんですよ、パウダーなんかちょっとキラキラして可愛いんですけどね。最近は手からなくなってきて嬉しい。なんか去年とかやっぱメイク覚えたての時は夕方ぐらいテッカテカないよねでもどうしたらいいか分かんなくてさ何見てんの爪の水浴び水かわいい、かわいいだろうなそれ。次にケイトの眉毛のやつ、ラスティングデザインアイブロウダブルスクエアアッシュブラウン。内側がこういう風にペンシルになってて描く方で、それはぼかす方になってます。これ結構ぼかしやすいのでね気に入ってます。眉毛しっかり生えてるので足りないところで足していく感じですね。ちょっと濃いかなうわ、あでもそんな濃くないですね、不自然じゃない、濃くないよね。オッケー、ありがとう。次はですね、またケイトのやつなんですけど、デザイニングアイブロウ 3DEX7 オリーブグレー。これでノーズシャドウを入れていきます。ほんと軽くです。この3色あるうちのこの上の2色を使ってここに眉毛の下から鼻先まで軽く入れていきます。鼻の下にはもうちょっと影を足して、唇の下にはちょっと影を、ノーズ
ドシャドウを入れ終わりました。正面から見るとね、入れるとこんな感じになりますね。リップなんですけど、リップは無印のリップクリームと、このちょっとどこのか今は分かんないんだけど、のリップを使ってます。これもいただき物なんですよね。ナターシャレノーナ、ググってみてください皆さん。これ分かったらリンク貼っときます、概要欄に。無印のリップを本当にちょっとだけ、これだけでもね結構プルプルするんですよね。これすごい長持ちしてね、いいんですよ。これだけでも全然いいなっていう日もあるんですけど、まあ、ちょっと唇の色欲しいなという時に、最近はでも結構いつもしてます、こういう色味です。結構自然な、僕の唇の色とね結構近い色です。これもちょっとだけ、ほんとちょっとだけ塗ります。はい、これで完成です。メイク完成ですね。こんな感じです。これでいつも外に行ったりとか動画を撮影しています。最近してる毎日メイクはこんな感じでございます。でここからいつも髪を、まあ、セットしたいっていう感じなんですけど、今日結構いい感じだね。これいけてる？ほんとこれ、それ照明の兼ね合いじゃない？それ照明が反射してるんじゃない？本当？はい、ありがとうございます。よかったです。ベッティちゃんにもかっこいいって言われて。メイクって日々変化していくと思うので、またなんかいいこう自分なりのメイクが見つかればいいなと思ってますが、これ多分夏にも多分焼けてくから、色変えなきゃいけないの多分ね、ここら辺の。こんな感じでございました。でなんか、まあ、僕最近ほんとメイクするようになったのよね。で昔は正直メイクするのめちゃくちゃ嫌だったっていうか、僕がその、まあ、社会的にね女性として生きなきゃいけない、だからメイクもしなきゃいけないみたいな気持ちだったのよ。でもなんか最近はそうじゃなくて、なんかメイクイコールその女性のものっていうわけじゃないじゃないですか。自分が表現したい自分のためにメイクをするとか、僕もなんかそのメイクするのってやっぱこうメイクした時の自分が好き、なんか写真撮ってて、お結構イケてるやんって思えるのが好き、なんか単純に肌が綺麗に見えて、あテンション上がるなとか、やっぱそういう理由やから、男なのにメイクするのとかさ、もともと割り当てられた性別が女性だったからするんだねとかは、なんか全然関係ないと思ってて、なんかそこら辺伝わればいいなと思ってます。皆さんが好きな服、着たい服を着るのと同じように、メイクもそういう一つのなんか自分のためのツールであってほしいなというふうにね思っております。またね、僕自身もねまだね始めたてなので、メイクはね模索しながらこういろいろやっていけたらなと思ってます。だから最近めちゃくちゃね化粧品見ちゃう。皆さんもねなんかこれ良かったよとかあればぜひおすすめ教えてください。また次の動画でお会いしましょう。またねー。